ハイペロンは、ストレンジクオークを含むが、チャームクオーク、ボトムクオーク及びトップクオークを含まないバリオンである。言い換えると、ストレンジネスを持つが、チャーム、ボトムネス、トップネスを持たないバリオンである。すべてのハイペロンは、バリオンでありフェルミオンである。すなわち、それらは、反省数スピンを持ちフェルミディラック統計に従う。それらはすべて強い核力を経由して、相互作用し、 ハドロンを形成する。それらは三つの軽いクオークから構成され、少なくともその一つはストレンジクオークである。ストレンジクオークを含むため、それらはストレンジバリオンである。ハイペロンはパリティ非保存の弱い崩壊をする。寿命は10から10から10から8秒と各種に比べ極めて短命であり、その質量は各種より数割重たい。また、一つの各種と 一つまたはいくつかの中間子に崩壊する。バリオン80項。最上段の NP 以外のシグマ臭いラムダがハイペロンである。Q は電化、S はストレンジネス。バリオン1 0項は全スピンが3、2になる3つの U、D、またはエスクオークの組み合わせで構成される。最上段のデルタ以外の下の6のつシグマ臭い、オメガがハイペロンである。ハイペロンの種類には シグマ粒子、クサイ粒子、ラムダ粒子、シグマ粒子、クサイ粒子、オーム粒子がある。アイソスピンの第三成分を考慮に入れると全部で12種類が存在する。シグマハイペロンは、シグマ、シグマ0及びシグマの3種類が存在する。それらは約1190メブの静止エネルギー及び約110秒の寿命を持つ。シグマ0は、 例外でその寿命は一重19秒以下である。ラムダハイペロンはラムダ例の1種類が存在する。それは1115メブの静止エネルギー及び2.6、1010 10秒の寿命を持つ。具材ハイペロンは臭い霊及び臭いの2種類が存在する。それらは1315メブ及び1320メブの 静止エネルギーと2.910秒及び1.610秒の寿命を持つ。オメガハイペロンは、オメガの一種類が存在する。それは、1670名部の静止エネルギー及び8 2 1 1秒の寿命を持つ。ストレンジネスは、強い相互作用によって変換されるので、規定状態ハイペロンは、強い崩壊をしない。しかしながら、それらは、 強い相互作用に関与している。ラムダ0も次の過程により、滅多に起こらない崩壊をする、臭い粒子は、カスケードハイペロンとしても知られる。それらは、最初に、ラムダ0崩壊しパイを放射することで各種へ、崩壊する二大回カスケード崩壊を起こすことから、この名前がついた。オメガは、バリオン数プラス1及び超電化マイナス2を持ち、そのストレンジネスは、 マイナス3となる。それは陽子、または中性子へ崩壊する多重フレーバー変換弱崩壊を起こす。マレー・ゲルマンの SU モデルはこのハイペロンの存在、質量及び弱崩壊のみが可能であることを予測する。その存在に対する実験的証拠は1964年にブルックヘブン国立研究所で発見された。 粒子加速器によるその形成と観測のさらなる例によって SU モデルは拡張されている。ハイペロンは通常の原子核には含まれないので原子核内でパウリの排他原理の制約を受けない。そのためハイペロンを使って原子核の内部を探ることができる。ハイペロン隠し相互作用を研究することで一般化された強い相互作用の性質がわかる。 ハイパー核を作りそのエネルギー順位を調べることによって、この相互作用の研究が行われている。ハイペロンの初めての研究は1950年代に始まった。物理学者たちは粒子の組織的な分類を作り上げることに駆り立てられた。今日、この領域の研究は、セルン、フェルミラボ、SLAC、J ラブ、ブルックヘブン国立研究所。 KEK などの世界中の多くの施設から得られるデータに対して行われている。ハイペロンに対する議題は CP 対称性の破れの探索、スピンの計測、霊域状態の研究そしてペンタクオーク及びダイバリオンのようなエキゾチック状態の探索などがある。重核子超核子超重粒子とも言うと一般向けの書籍に書かれているようだが、素粒子、 原子核の専門書では見かけられない。さらには、素粒子、原子核の研究を行っている、物理学者がこれらの和名で呼ぶことは解無と言ってよい。パーティクルデータグループス、2006、レビューオブパーティクルフィジクスラムダ。2008年4月20日閲覧。フィジクスパーティクルオーバービューベリアンズ。2008年2月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2008年4月二十日閲覧、パーティクルデータグループス2006レビューオブパーティクルフィジェクスシグマ2008年4月二十日閲覧、パーティクルデータグループス2006レビューオブパーティクルフィジェクスシグマ02008年四月二十日閲覧、パーティクルデータグループス2 0 i 6レビューオブパーティクルフィジェクスシグママイナス2008年4月二十日閲覧、ABC パーティクルデータグループス2006レビューオブパーティクルフィジクスシグマ2008年4月20日閲覧パーティクルデータグループス2006レビューオブパーティクルフィジクスクシーレイ2008年4月20日閲覧パーティクルデータグループス2006レビューオブパーティクルフィジクスクシーマイナス2008年4月20日閲覧 AB パーティクルデータグループス2006 レビューオブパーティクルフィジックスクシー。2008年4月20日閲覧。パーティクルデータグループス2006レビューオブパーティクルフィジックスオメガマイナス。2008年4月20日閲覧。ありがとうございます。